さんこんにちは、ももかチャンネルです。はい、今回はマイクラ実況パート5です。イエイ。あっという間に5ですよ。早いですね、もう時は。で、今回はね、マイクラで洞窟探検したいと思います。でね、なんかコメント欄でね、ちょっと見て気づいた方いると思うんですけど、コメント欄でちょっと感発版外とかつけて、もう、なんて言うんだろう、そう、ハスクとかも入ってきちゃうからつけない方がいいよってやって、全部閉じ込めちゃった方がいいってコメントがあったので、ちょっと閉じ込めちゃいました。夜暗くしてね。で、もう一個のコメントがあって、村人に種をあげると畑にね、自分で埋めてくれるらしいんですよ。なのでちょっとね、柵を広げました。そちらをちょっとご覧くださいませ。見てください。すごい頑張ったんですよ、ほら。超頑張った。ほら、こんな感じわかるかな。とにかくすごい広がりました。で、もともと、その、貫通板ね、その、ここですよ。あれ、うちの家が、ここでしょ。そう。ここ。ここにあって、で、ここに宿、井戸があったんですよ。そう、もともとね、こうやって。で、ちょっと広くして、よくね、井戸に突っかかってたね、村人さんがいたので、井戸ごとなくしちゃいました。はい。お腹というか食べよう。で、焼こうかな。で、焼くのもなんと、木でね、焼くことができるそうなんですよ。今ちょっと焼いちゃうんですけど、木で、なんとね、木炭っていうのを作って焼けるそうなので、ちょっと先にお腹満腹にさせて、木だけ取りに行きます。で、今日は、その洞窟探検っていうよりも、まだね、服装とか防具とかも全然なってないので、なので、まず死ぬ覚悟で今回は。もう全部、この剣だけ、すぐ作れる剣だけで、その、まあ、死ぬ覚悟で、ちょっと探検、まあ本当に探検、下見に行きたいと思っています。鶴橋も必要だね。あと、村人さんに種をね、ちょっと持たせてあげたいと思います。洞窟にいるもの。こんな感じ？で、そう、ちょっと皆さん気づいた方もいると思うんですけど、見てください、このスキン、このスキン。なんかね、私のやつバグってるのかよくわからないんですけど、スキンが勝手に変わっちゃう時があるんですよ。その現象一緒に起こった方いる方はぜひね、ちょっとコメント欄に教えてください、お願いします。なのでちょっとね、よくスキンが変わっちゃうことがあるかもしれないんですけど、そこは本当にご了承ください。当たんね、結構あるぞ。ちょっと室人さんにちょっと一回あげようかな。一回村人さんにあげてみたいと思います。は？あ、こういうこと？あれ？もらってなくない？ちょっとついてってみよう。何もしなくない？すいません、すいません、いいですか？あれ、あ、ちょちょ、あ、暗くなったからか。忙しいな。ダメだこれ。一旦ちょっと寝ます。おはようございます。これくらいでいいかな、ひとまず。よし。じゃあ一回、チェストに物預けて、そんで行っちゃおうかな。死ぬ覚悟で。死んでなくなっても大丈夫だよーってもの。松明ダメだ。でもな、松明意外にこっちに入ってんだよね。ん？あ、タネかさっき。松明なきゃダメだから松明は持ってっちゃう。そう、食べ物もね、食料も大事だからさ、パンでも作っとこうかなって感じなんですよね。あった。こうして、こうして、オッケー。種も自分で撒いてっちゃう、ちょっと。そうだ。ちょっと私ね、そろそろ田んぼもね、
耕してったりしたいので、クワを作れないか、まだクワは。なんだこれ、おかしい。木の上石、これで作れるよね、クワさん。あ、作れた作れた。じゃあこれで一旦耕そう。これ使おう。もうこれにハスクとかも入ってこないようになったと思います、多分。結構私ね、これでね、畑をジャンプしたりして、ね、すっごい荒らしてたんですよ。いやー、ありがたい。もらって。あざっす。あとお願いします。あー、ありがたいね。こうやって、ここだけ掘っておけば、いけるかな。取ってくれたものって全部どうなるんだろう。村人さんのものになるのかな。それもちょっと知りたいんで、コメント欄でお願いします。こことかめっちゃあるのにね。見たものはちょっと私の目に入ったものは、めっちゃ収穫できる。いいね、村は。パンが欲しいからね、小麦をだいたい育てようかな。ここなんで誰も見てないんだ。こっちあんまり来ないんですよね、村人が。作ったばっかだから、ちょっと怖がってるんだから分かんないけど。じゃあ、あとちょっと村人にあげたいと思います、残り。ここも埋めたら。埋めたら終わるか、ちょっと。あ、あるある。OK、そしたらちょっと村人さんにあげていきますか。村人さん手伝って。行くか。じゃあ一安心ということで、ちょっと一回家に何とかね、今取ったものとかを置いて、じゃあ行こっかな。あ、怖いな、本当にビビリだから怖いよ。あ、こっち、あ、よっしゃ、じゃあ行きますか。行きます。洞窟をまず探す。家の近くにいい洞窟が前あったような気がするんですよ。さあ、あの畑も広げてるときにいい洞窟があったんですよ。ここ目印つけてるんですけど、ここでなんか一回ね、ドアを作っておきたい。すぐ出入りできるように、なんかすぐそこがね、その洞窟になってるんですよ、壁のね。だからそのまま開けっぱなしで行っちゃうと、ハスクとかも入ってるし、そのまま開けないで止めたりしていくと結構ね、あれ鉄のドアなんてないよね。あ、やばい、終わった。じゃあちょっと木を取りに行きます。ちょっととりあえず寝よう。まだ寝れないか。まだみんな活動できんの。また歩いてる。いいですよね、あるんだし。まだかしら。ちょっと、まだ朝か。じゃあちょっとね、木を急いで取りに行きたいと思います。ほら、斧持ってきてなかった。本当同時っ子だな。ドアあるし、なんで？もうあったっけ？はい、じゃあこれでいっちゃいますか。行くか？なんだ、怖いな、ちょっと。じゃあ、寝てから行きたい。寝ても一緒か、洞窟の中は。ちょっと怖がらず行こう。もう死んでもいいから、行きます。
もういっちゃえ。あったあった。早速、鉄ゲット。あー、怖い。怖いよ。下行こうか。あ、上がれてよかった。もしかして洞窟じゃない説。あ、こっちにもある。こっち行こう。洞窟っぽい。ちょっと怖い怖い怖い。本当に怖いよ。恋文字頑張ってる方ですよ、ビビリの私にしては。行き止まり。でもね、結構ある。行き止まりだと分かると一気に安心するの分かりません、恋文字。なんかこれやってて、ベッド持ってった方がいいよね。ちょっと待って、ベッド持ってった方がいい。ベッド、ベッド。絶対ベッド持ってた方がいい。絶対ベッド持ってた方がいい。あ、離れすっごい離れてるじゃん。でもなんか今ありましたよね、洞窟がまだ。なので一回寝て。もう寝れるよね、さすがに。よし。おー、怖い。では、行きます。よし、止まり、普通の行き止まりでした。これで洞窟探していこう。あ、来た来た来た。ハスクって昼でも動くんですか。ピラッとね、走りました。あ、ないな、全然。いざとなると全然ないな。あ、ごめんな。え、こんなの。え、これ上がれなくなっちゃうな。ちょ、砂とか用意しといた方がいいって。ちょ、砂取ろう。で、砂を取ろう。あ、ありがとうございます。砂の上に、あの、なんて言うんだっけ、タイマーズ置いちゃえば。ほらほら、見ましたよ、じゃあちょうど1スタックくらい、まあ1スタック以上、まあ、集まったのでちょっと行きます。おい、深くない？ちょっと危険なような気もするけど。うわー、うー、おお、深い深い、リアルリアル。うーわ、怖い怖い。どっちから行こう、先。ちょっとこっちから行こう、こっち行こう、こっち。で、広くない？すっごいガチじゃん。あ、鉄が。あ、やばい、怖い。待って、よく考えたら、これ、つるはし来られたらどうするのって感じだから。そうだよ、ツルハシ壊れたらどうすんのじゃん。うん、もうちょっと諦めよう。壊れてもいいな。ダイヤとかもあってないけど。金金金金金だよ、金。これは取らなきゃダメでしょ。え、金だよ。え、そうだった。あれだ、金は鉄じゃなきゃ取れないから、鉄をまず探さなきゃ。鉄がなきゃ始まらない。おお、鉄だと。鉄はね、かまどがなきゃね、あれなんですよ。レッドストーンがあった。え、ここ結構あるよね。でもね、ちょっと私バカなことしちゃったの。
ちょっと待って。かまどって作れるっけ？やばいことしたぞ、うち。それではちょっとね、今ね、なんとね、その作業台忘れちゃったので、ちょっと、行ってきます。はい、今戻ってきました。じゃあちょっと早速行きましょう。ちょっといろいろ整理してね、少なくしましたね。で、今から、その作業台を使って、あれです。あ、やばい。取った鉄全部置いてきちゃった。でも近くにあってくれた。今から鉄を焼いて、鉄のつるはしを作って、金とかを取りたいと。よし、じゃあ、かまどで、鉄を焼きます。石で。一本木の棒が足りない、木の棒ないわ、ちょっと。もう一回ちょっと取ってきます。よし、なんとか今家に帰ってきましたよ。なので斧はいらないか、木を何個かね。やばい、ちょっと待って、もう結構大変だ。木を切らなきゃね。木切ってきよう。余裕型になってきた。でも何個かつるはしを作っておかないとすぐね、切れちゃうから。じゃあ帰ろう。よし、何個くらい作れるかな。で、棒結構作ったから OK。 それで石取ったから、よし、これだな。それで、お、バッチリじゃないですか。じゃあ再び戻ります。もうすごいバグで、すごいバグだ。これどうなの？すごい。すごいすごいバグで。これ写真撮ろう。こんなバグ発生する。でもこれだとどこに洞窟あるか分かる。あれ、マグマ流れてるから、あそこ先のところじゃない？なんかマグマ流れてるよね。こっち側にあるような気がする。なんかね、普通の世界があったんだよな。あー違うな、どこだっけ、普通の世界があった。すっごいバグってんじゃん。
幕を開ける。ちょっと夜になっちゃって寝ます。で、ちょっと今バグっちゃったので、次回ね、続きをね、ちょっとやりたいと思います。次回また、ちゃんと立ち上げ直して、そして、またね、最初から、最初からじゃないけど、洞窟をまた探して、それでね、そっから本見てくれる。あ、わかるんです。そっからまたね、金とかを、金銀財宝をちょっと、ごっそり取り出せたらなと思っております。はい、というわけで今回は、マイクラ実況パート4やりました。やっぱりちょっと途中でね、切れちゃったのが悲しいんですけど、まあね、バグもあるということで、まあ、次回ね、頑張りたいと思います。またね、まあ、アイディアがあればコメント欄にお願いします。今、お待ちしております。それではパート5でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら。ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして、今すぐチャンネル登録。